近いんです1時間かけて、アトリエで個人会員で1月に2ヶ月間4倍になこんばんは。私はプロデューサー、ポジションマッピングプロデューサーの松田君です。で今日はですね、これから、ポジションマッピングを始めます。で、その前にですね、実は、先ほど住職の方から、まあ、去年もそうなんですけども、来年の一文字という文字をいただいておりまして、それをお堂に書くという、ことをします。いただいた文字は、来年の一文字というのは志という文字をいただきまして、それを今お堂に書いて、その後にプロジェクションマッピングを始めたいと思います。それで、ちょっとご注意なんですけども、今ちょうどプロジェクターの前に、たくさんの方がいらっしゃいまして、ちょっと光がですね遮られてしまうので、そこの道に役者の前にいる方はちょっとしゃがんでいただけるようにお願いします。それからね、終わった後なんですけども、釈迦堂に向かって左の方から光遮るんでしゃがんでもらっていいですか。お願いいたします。僕ちょっと、それでは2017年の少し今やってからね、あ、演出があると、はい、あ、楽しみ。失礼します。イエーイ。あ、本当だ。何これ。これは今ですね、波動拳、日向先生に、前の方で、このアクションをすることで、ジェスチャーをしてですね、書道を書く、そういうエア書道という書いてます。で、同じものが日本の方の方でもできるようになってます。で、日本門の左では実際の書道の体験もできますので、どうぞお帰り際に、その体験もなさっていただきます。YouTube やりたい。書き初めやろうと言って。おお、上手。おお、すごい。わあ、すごいすごい。かっこいい。なんでできるんだ。へえ、かっこいいよ。あれでやるんだ。これが初級。
Thank you.
はい、ありがとうございました。では左の方